皆さん、こんにちは。アリョーナです。はい、しゃべる動画久々ですね。で、私は最近ちょっと忙しくて、その会社の仕事をして、あとはまあ土日とか祝日に山に行くだけで結構ね、精一杯だったりして、登山動画でめっちゃ撮ってるし、こういう山に関するしゃべりも実はね、めちゃくちゃアイデア湧いてて、もうリスト書いてるんですよ。なんかこういうしゃべりがしたいなみたいな、こういう山のあの候補皆さんにご紹介したいなとかさ、いろいろあるんですけど間に合ってなくて、私はいつもあの自分のタイムマネジメントのせいにしてます、まあ、でもね、週5会社だし、で週2残りの2日はもう結構こう睡眠も削りながら山に行ってるから、まあ仕方ない面もあるかなと思うんですけど、ちょっとね、今回皆さんに発表したいことがあります。なんかね、あの発表が遅れたのと、最近はね、動画が多少少ないから、なんか、アリョーナ最近どうしてるのかなって皆さんがそう思ったりしてるかもしれないけど、まあ、山に関する活動、出演とかは今もね、ありがたいことに変わりなくいろいろとあのやらせていただいています。で、今回私が発表したいのが、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん、はい、ですね、時々あの皆さんからもコメント来たりするんですけれども、ちょっと面白い番組があるんですよ。はい、でその番組の名前は登山で行った気飯っていう番組なんですね。見たことのある方も結構いると思うんですけど、実は去年からあのずっと私がやってました。なんかね、レギュラー、まあでもレギュラーのような出演になっておりまして、あのなんか毎回出るわけじゃないんですけど、いろんな出演者さんがいるからね。あのでも本当にあの去年あのお声掛けをしていただいてから結構ね、去年だけで5回ぐらい出て、で今回もね、実は収録がもう何回か終わって、これからもね、あの次の収録も決まってて、まあ、これからなんですけど、はい、その発表したいのが、まあ、この番組が、そうなんです、発表遅くなったけど実は延長されて、であの去年は初めてだったんですけれども、今年も延長されましたよということで、で番組自体が延長されたのもそうですけど、私アリョーナもあの延長されたっていうか、あの今年も私が結構出演することになりました。でね、経緯から話しますと、この登山で行った気飯っていう番組はスタートしたのが去年なんですよ。でまだ番組が企画の時点、まだそのやるかどうかわからないというところから、あの担当の方にご連絡いただいたんですよ。まあ、今後もしかしてこういう番組やるかもしれないから、まあ、私たちとしてはぜひともアリョーナさん出てほしいです、アリョーナさんいかがでしょうかと、その時点であの提案してくださって、もう正直あのめちゃくちゃ嬉しかったです。うん、そこから少しこう時間は空きましたけれども、まあ、番組が無事に決定して、で放送することになったんですけれども、まあ、改めてこうご連絡いただいて、で私があのレギュラーで参加することになりました。で番組自体はですね、あのCS 放送なんですよね。スカイ A さんっていうチャンネルなので、まあ、そこの会員さんとかじゃないちょっと見れたりはしないんですけど、でもそれもちょっとまた口述するんですけど、あの TVer とかで見れたりもするので、それをまたあの発表させていただきます。で基本番組は、スカイ A さんっていうですね、関西の CS 放送チャンネルで放送するんですけれども、でこの、ですね、春とあとは秋ですね、夏目はこうお休みしてるんですけど、はい、そういう風にあの放送してて、で去年はあのその放送にプラス TVer の、 あの配信もあったので、結構皆さんからあのご連絡いただいたりしていました。で番組自体はですね、あの関西の方々が、まあ、関西で基本的に作っているので、ほとんどの山が関西の山にはなってるんですけれども、あの実は関東の回もあります。はい、ただし私はいつもありがたいことにこう関西にあの呼んでいただいているので、関西で、はい、いろんな山に実は登らせていただきました。まあ、これからの放送をね、ぜひ楽しみにしていてほしいんですけれども、あの番組のこう収録があるときに、その時期にね、
こうご招待いただいて、でまあ、 時々はディレクターさんの方で絵巻決めたり、時々は私の方に、アリョーナさん何か今関西で登りたい山ありますかって声かけてもらって、あ、じゃあこの辺りだったら、この道の中だったら全部興味ありますとか、まあ、こう聞いてくださる方もいるし、まあ、毎回とにかく楽しみなんですよね、うん、私昔は関西住んでましたけど、その時まだ山登ってなくて、今はもっともったいないなって、ね、土日は毎回なんか目で行くよりも時々は山にも行けばよかったなってなんて思ったりもしてるんだけど、まあ、今登ればいいなと思ってます。だからまあ、定期的にね、私が関西の山に登って、それで、はい、いろいろやっております。で、番組がこう去年スタートして、で、結構ですね、番組自体もなんていうか、こう、うまくいくいかないかで、次の年もやるかやらないかとか、そういう風に決まるみたいなんですけど、登山で行ったきめしさんは去年は結構うまくいったようで、ありがたいことに、嬉しいことにね。で、今年も放送が決まって、しかもなんか回数が増えたみたいなんですよね。うん、なんかちょっと正確な数字わかんないんですけど、 1.5 倍とかになったぐらいだったかな、確か、うん、はい。まあ、そんな感じでこう番組も好評で、私自身 もう改めて声掛けしていただいて、まあ、今年も出演することになりましたので、もしスカイを見てたら、あれ？アリョーナかもって思う方いらっしゃいましたら、はい、疑わないでください。間違いなく私です。で、基本はスカイさんで放送するんですけれども、あとはね、なんかイレギュラーで、関西の朝日系でも放送あるみたいです。ただ現時点ではちょっと私もいつちょっとどうなってるかは分かってない部分があるので、まあ、そこはまた番組の方に確認して、どっかしらコミュニとかなんかで発表したいと思います、うん。で、もう一つ、これはですね、関西の方だけじゃなくて、全国の方が見れる方法としては TVer があるんですよね。アプリがね、便利ですよね、うん。なんか私も別の番組さんで、新津放送さんだ、一回こう、なんでしょう、リアルタイムで長野にはいないから見れんかったけど、 TVer で見てめっちゃありがたい記憶があるんですよね、うん。だから登山で行ったきめしさんも、そこもちょっとスケジュール予確認ではあるんですけど、結構 TVer にもこう流したりして、期間限定ではあるんだけれども、TVer で見れたりもするので、まあ、ちょっとこう朝日の放送とも合わせてちょっと確認して、また皆さんに発表したいと思います。はい、まあ、今日はこんな発表なんですけれども、私としては、まあ、番組自体が一応されたのも嬉しいし、で、自分も改めてこうご招待いただいたのもめちゃくちゃ嬉しいし、でね、やっぱり登山的飯さんって毎回毎回関西の山に登っているから、それもそれでなんかすごい嬉しいなっていつも思いながら、毎回担当の方から連絡来ると、あー嬉しい、やったらまた関西行けるって、ね、思いながら、はい、そう思っている私がいます。で、ぜひね、皆さんもね、ちょっと見てみてください。ちょっとまたコメントにね、ちょっと動画の公開のクルーズにはなるかもしれないんですけど、まあ、その番組の放送スケジュールとかね、そういったようなものも載せておくので、ぜひ見ておいてください。というわけで、来月もね、ちょっと収録が入りそうで楽しみにしてます。では今日はこの辺りまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。